1943年のニフラン効果の表面、ザウの名が描かれた1943年のニフラン効果の理面、労働、家族、祖国のものとなった。1941年4月24日、ペタンは5月1日を労働と社会的調和の日として公式に制定したが、この日は労働と相互理解を祝う日であった。政権は一部の労働組合員を味方につけて、 労働検証を作成した。この検証の中で、彼らは資本主義とマルクス主義の両方に反対することを宣言し、政権は第3の道の発見を提唱した。しばし1941年に BC 政府が退職金制度を作ったと言われるが、それはインフレや異常な経費によって切り下げられていた旧来の拠出型の退職金制度をリニューアルしたものであった。 政権はカレンダーに母の日を書き込んだ。家族に関しては、ダラディエス政権時代の家族政策が継続されており、それはペタン時代を経て、後に第四共和制でも継続された。1918年に勝利したナショナリズムの伝統を守ると考えていた、ペタンのナショナリズムは彼がナチス政権に協力することを止めなかった。彼は死ぬまで、シャルル・モーラスが表明したようなある。 主のドイツ恐怖症を持ち続けていたのである。彼には戦前からの振読、繁栄の記録はない。彼は何度か自分はイギリスの同盟国であり、友人であると考えていることを繰り返し述べている。1940年6月23日の放送では、急戦協定調印後の1940年6月22日にチャーチルが行った演説について、ペタンは チャーチルを避難した。フランスハズ、エーリトゥン・コンスティチューション・ソーザット・イーチ・タイム・ポリティカル、プレッシャーズ・アレ・サッチアズ・ツー・リクワイアン・イッツ・ラディカル、ディライティング、ザ・ニュー・システム・イズ・ギブン、エーニュー・ネーム、ザ・カレント・コンスティチューション・イズ・ザット・オブ・ザ・フィフス・リパブリック、バット・ザ・ザ・ハブ・ビーン・ツ・エンパイアズ、エイ、コンセレット・アンド、エイ・ステート・イン・ザ・セームウェイ、 ジャーマニーハドユーズドザタームライヒアンダー r the conditions of 1940, this appears to have influenced t イクイバレントフレンチタームエタザゼンカレントライヒワズザサードワンマーレーショルペタポリティークソアールデールアベニールラレビューデトゥーマンド15セプテンバー 1940, アルベルトケシーシュンレクロバテ、フタエルアーゲデファシセムツ、トラバーユ ファミーユ、パトリ、エディションズ・チャンプ・バレン、2006ジャック・ジョージ、レトレト、ユヌイスト・ワール・リセンテ、ユヌ・シチュエーション・フラジャイル、24ジャニュアリー2005、ONTHECAHIERS-PEDAGOGIQUEST.com サイ、コンサルテッドオン26、26ディセンバー2008、ジャック・トリミンチン、リエンソーシャル、16ジャニュアリー2003、レビューオブザ・ブック、 ラプロテクションソールスールレジームで BC、ディレクテッドバイフィリペジーンヘッセジーン、ピエールレクローム、エディションズプレッセウニベルステールでレンヌ、2001、o、e e e、ONTHESITELIN-SOCIL.COM、コンサルテッド26ディセンバー2008、オックスフォードハンドブックオブペンションズ、アンドリタイアメントインカム、エディテッドバイ G L クラーク、A.H. ムンネル、 J.M.Oldsag, Oxford University Press, 2006, P232 Markhead, ペタ Library Arsim Fiyard, 1987, Hot Text of Peta, S Broadcast Speech of スス23 June 1940, L-I-G-N-E-M-A-G-I-N-O-T.com, Consulted 26 December 2008ありがとうございます。